Yeah. So, they say the world will end. 2012. Which, it didn't, so they lied. This is what you get for listening to other people. Don't listen to other people. Watch this clip. の衝突とはどんなものだったのか、シミュレーションを行いました。隕石の大きさや衝突点との位置関係を分かりやすくするため、現在の地球で衝突があったと仮定しました。隕石の大きさは本州の幅を超えます。落下場所は日本の南3000キロの太平洋です。隕石の速度は時速7万キロ。しかし隕石があまりに巨大なため、不気味なほどゆっくり見えます。地球の表面を構成する厚さ10キロの地殻が丸ごとめくり上げられていきます。地殻津波です。地殻津波に張り付いた水深4000メートルの海は、まるで薄皮のように見えます。幅が1キロ近くあるような巨大な破片が巻き上がります。日本列島も粉砕されてしまいます。砕かれた破片は高さ数千キロ、大気圏を突き破って宇宙空間にまで達した後に再び地表に降り注ぎます。クレーターの縁は高さ7000メートル、巨大な山脈のようです。クレーターの直径は4000キロ、グアム島から中国大陸の一部までを飲み込みます。しかし、これはこの災難のほんの入り口に過ぎませんでした。隕石の衝突直後、宇宙から見るとクレーターの中に異変の主役が現れます。灼熱色に輝く巨大な塊、これが気体になった岩石の塊、岩石蒸気です。気体になる岩石の量はざっと100兆キロトン。ドーム状に膨れ上がった後、押し出されるようにして一気にあらゆる方角へと広がっていきます。日本の南海上に落下してから3時間余り、岩石蒸気はヒマラヤ山脈に達します。岩石蒸気は風速300メートル、温度4000度の熱風となってヒマラヤを襲います。岩石蒸気に覆い尽くされた世界では、雪は瞬時に溶けて川を作る間もなく蒸発していきます。岩石蒸気は衝突点の裏側にあたるアマゾンにも到達します。高温のため木が次々に自然発火していきます。ジャングルは瞬く間に火の海と化します。衝突から1日でついに地球は灼熱の岩石蒸気に覆い尽くされるのです。
岩石蒸気は地球全体を1年近くにわたって覆い続けます。間近に無数の太陽が出現したのと同じです。生命のふるさと海も変動に巻き込まれていきます。岩石蒸気に覆われて間もなくのことでした。海が激しく泡立ちます。海が沸騰を始めたのです。岩石蒸気からの膨大な熱が海水を蒸発させます。激しい蒸発は1分間に5センチという猛烈なスピードで海面を下げていきます。むき出しになった海底は容赦なく熱にさらされ、溶岩のように溶け出します。衝突からおよそ1ヶ月後、岩石蒸気を透かして見た地表です。平均水深4000メートルの海が跡形もなく消えています。当時、海の中では地球最初の生命が微生物として誕生したばかりの頃でした。微生物たちは大きな打撃を受けたに違いありません。一見豊かで平和に見える地球は、過去に隕石衝突の災難をたびたび経験してきました。そして私たち地球上に生きる生物は、その度重なる打撃をかいくぐって生き延びてきたのです。